ガワザ核は全能に存在する神経細胞の集団である。報酬、快感、死壁、恐怖などに重要な役割を果たすと考えられ、またこの部位の働きが強いものほど嘘をつきやすいことが京都大学の研究グループによって突き止められている。ガワザ核は両側の大脳半球に一つずつ存在する。お嬢核頭と比較全部が 透明中核の外側で接する場所に位置する。側座核は急結節などとともに複側線状体の一部である。側座核はコアとシェルという構造的にも機能的にも異なる2つの構造に分類される。側座核の神経細胞のうち約95%はギャバ酸性性の中型有極神経細胞である。これらの細胞から出力される投射は 側座角からの出力のうち最も主要なものである。他に、コリン作動性の大型無トゲ細胞が存在する。側座角からは腹側アワーオダマに投射する。その後、腹側アワーオダマからは、死傷の正内側角に投射し、死傷正内側角は、大脳心皮質の前頭前のに投射する。他に、側座角からの出力として、黒質。 橋模様体への結合がある。側座核への主な入力として、前頭、前の、扁桃体、海馬からのものや、扁桃体規定外側核のドーパミン細胞から、中脳変炎形を経て入力する、もの、視床の随番内核小中核からの入力がある。そのため、側座核は、皮質線状体視床皮質回路の一部として、見なされることもある。 腹側皮蓋やからのドーパミン性入力は、側座核の神経活動を調節すると考えられている。モルヒネなどは、腹側皮蓋やでドーパミン神経を刺激し、側座核へ投射する神経の末端から、ドーパミンの分泌を促し、シナプス感激のドーパミンが増えることにより、シナプス後細胞が非生理的な興奮状態となって、モルヒネ摂取者は何者にも変えがたい。 幸福感を味わい、依存のうち精神依存はこの基準で形成する。一方、死壁性の高い薬物でも、コカインやアンフェタミンなどは、側座核において、主にシナプス前細胞に作用する。メチルフェニデートやコカインは、シナプス前細胞によるドーパミンの再取り込みを、阻害して、ドーパミン濃度の上昇をきたす基準による。アンフェタミンやメタンフェタミンといったいわゆる覚醒剤は、 ドーパミンの再取り込み経路から逆行性にシナプス前細胞に侵入し、ドーパミンの酸性を更新させるとともに再取り込み経路の流れを逆転させ、そこからもシナプス感激にドーパミンが分泌されるという非生理学的な振る舞いを起こさせる。さらには不要なドーパミンを分解して、ドーパミンの作用の安定化に寄与するモノアミオキシダーゼの働きを阻害する。これらの効果のため、 ドーパミン量の調整機構が部分的に機能しなくなる。このようにドーパミンを増加させることで指摘作用を有する。1950年代、オールズとミルナーはラットの中核領域に電極を挿入し、ラットがレバーを押すことで電気刺激するという実験を行ったところ、接触やのみ水もせずに押し続けるという行動が見られた。これにより、この領域が脳の 快楽中枢であることが示唆されたその後、側座核は、死壁との関連で研究されることが多かったが、食事や成功といった多彩な報酬と関連していることが知られるようになった。最近の研究では音楽によって弱気される感情の調整に関与することも報告されている。2007年に、2つの研究チームが重度のうつ病の治療目的で側座核に 深部電極刺激を行った京都大学の研究グループは世界で初めて川坂区が活発に活動する人ほど嘘をつく割合が高いことを実証した。京都大学の安倍修士特定准教授らはアメリカ人男女28人にコインの表裏を予想させ予想が当たったと自己申告すれば報酬がもらえるゲームを行い脳の,うの活動を測定、その結果 川坂区が活発に活動する人ほど嘘の申告をする割合が高いことを突き止めた。ありがとうございます。